キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、崖っぷち選手の中間報告です。はい、その後っていう、ね、その後ってやつね。はい、まあ、シーズンね、うん、半ば来てますけど、はい、終わるまでにね、どうなってるのかっていうね、うん、でもまだね、うん、あのトレードに出してあげた方がいい選手と一緒で、はい、勘違いすぐすんで、うん、崖っぷち選手は、はい、クビになる選手言ってるわけじゃないからね。あ、俺もし本当の崖っぷち選手言っていいんだったら、うん、ほぼ当てる自信あるんで。はい、あ、こいつこいつ頑張んないと、こいつ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 多分クビやなって。はい、おもろい、そんな動画。うん、まあ、う地獄やろ。うん、そうですね。聞く方もね、はい、うん、私ファンの方もなんとなくそれって、ね、あ、もしかしたら危ないかもなって、うんうん、分かるじゃないですか。本人も分かってるしね、うん、でもこの動画のコンセプトはね、はい、そのポジションの崖っぷちだからね、はい、いろんな意味でのね、うんうん、ポジションとか、まあ、ここ頑張んないと野球人生どうなるか分かんないよ、そうそう、みたいな、ね、ちょっと岐路にぶつかるよみたいなね、うん、はい、ところで今日はロッテ編ですけども、はい、これは今後ね、うん、1チームでやるか複数チームでやるかはちょっとその時々でちょっと考えますけども、はい、ロッテ、うん、ね、崖っぷち、はい、鈴木翔太、うん、全然崖っぷちじゃないんじゃないですか。いや、でもそれ、でもそれは今年の成績見てるから、はい、去年まで言ったらドラ1でほぼいい感じの成績残してないからね。そうですね。で、今年頑張んないと、うん、ね、また新しいの取ってこられて、うん、ポジションなくなるよっていうところで、さすがにドラ1で今年4年目、さすがに結果欲しいよねって言ったところで、うん、素晴らしい。いやー、ほんと。いなかった、やばかったね。はい、うん、だ、あれですよね、あのこの崖っぷち動画ってシーズン始まる前に撮ってるじゃないですか、うんうんうん、だ、その時は崖に立ってたわけですよね。立ってた、うんうん、今あれやな、うん、高層ビルのエントランスに入ろうとしてるんだ。うん、エントランスまだ入ってないですか。いや、こっからまだ半分あるから。確かに後半あるから、うんうん、今もう高層ビルのエントランスに入るけども、うん、はい、本当に入れるのかはね、はい、まだシーズン終盤あるから、うん、こっからガタガタっていく可能性もあるし、はい、まだ分かんないけども、うん、キャンプからずっと投げてたけど、うん、ずっといいね、うん、変わらずね、はい、やっとドラ1の、ね、進化が出てきたね、はい、何が良くなったんですか。まっすぐの質じゃん、やっぱり。そのあとはまあリリーフになったのも良かったかも分かんないよね、はい、だから日本ハムの河野と一緒で、うん、リリーフになって適性が良かったのかもね、うん、やっぱそのね、対角線のストレートは本当速いからね、いい感じで、はい、見ててもね、うん、でそこからしっかりスライダーカットもうまく投げれて、はい、もう藤田さんみたいな感じやな、うん、もうこの対角線投げていきますみたいな、うん、分かってて持てませんみたいな感じでできてるから、うん、めちゃくちゃいい感じだしね、このリリーフの今存在としては、うん、なくてはならない存在ね、はい、なってきてるよね、うん、十分ね、まさに、はい、うん、でもう一人が、はい、佐藤俊也。おお、これ崖っぷちだったのかなみたいな。いや、崖っぷちでしょ全然。だってあの、はい、鳴かず飛ばずで、うん、打てる捕手って2割1分でもいいんですかっていうね、はい、しかも松川もね、うん、ドラフトで入ってきてもう今年5年目だから、はい、佐藤もね、うん、頑張んないと、はい、それは他の人たちに取られちゃいますよっていうところで、うん、なんと現在打率3割2厘、はい、3割超えてますよ。すごい、うん、しかもオールスター、はい、村田兆治さん以来の MVP、うん、はい、俺 MVP になった時に、うん、いやロッテって MVP 誰かいたかなと思って、うん、調べ自分で調べてたらまず発表されるまで、はい、そしたら誰もいなくて、うん、村瀬長治さんまで、はい、誰もいないんやって逆にっていう。へ、優秀選手とかね、はい、いたけど、ね、うん、MVP はいなくてね、へ、これ一本が違ったらベストラインあるよ、ね、タミヤが落ちてきてるからね、はい、急激に、うん、あのタミヤが雪崩落ちるぐらい落ちてきてるよ、はい、打率が、うん、もう3割切ったしな、うん、そういったところでこれ維持できれば、はい、鈴木翔太、はい、と一緒で、はい、あのすいませんって言ってる、うん、あのエントランスででも入れるかどうかまだここから分かんないから、はい、でも知ってた、佐藤が頑張れば頑張るほど次起こることって、うん、次起こること、うん、キャッチャーの松川がいらなくなるって。いや、でもまあでも年齢違うじゃないですか、うん、でも、もう松川も今年21でしょ、佐藤俊也が5年目だから今年26で7でしょ、1月生まれなんで1月で7ですね、うんうん、でしょ、っていうことは6歳しか違わないから、はい、それ同年代みたいなもんやからな。あー、そんな5、6離れててもそうですか。だって30歳と36歳やん、はい、36歳の人引退したからって30歳レギュラーならへんで。そうですね、次レギュラーなんの23歳のやつやで。確かにそうですね、うん、こっからもうずっと正捕手として張っちゃったら、うん、松川選手危なくなってきますね。そうなのよ、松川も早めに頑張っとかないと、うん、だからここら辺でもう
まあ、今佐藤が定着しがちっていうところだね、はい、うん、ここで松川もちょっと待ったって言って、うん、一軍に来とかないと、うん、もう佐藤王国作られたら、はい、まあまあ何かあった時の細で田村で一家になるんだよ、うんうん、だって佐藤と田村4歳とかしか変わんないんだよ、うん、はい、逆にそうですね、うん、だから田村補佐役になってってなったら松川の出てくることがないから、うん、なかなか枠がね、うん、佐藤選手が落ちるのを待たないといけなくなっちゃいますもんね、うん、そうそうそう、うん、しかも今いい感じで打ててるしね、うん、そういったところでは、うん、いいね、崖っぷち脱出だね、はい、脱出してます、うん、でも一歩間違ったら補欠だったからね、うん、はい、この補欠かどうかの崖っぷちにね、うん、はい、うん、行ってるっていうね、はい、で続いて、うん、野手でいうと、はい、中村翔吾、おー危ないな、かなり打率で見るとそうですね、うん、飯田哲也さんが BS12 の解説の時一緒だってね、うん、走れなくなったら終わりやと、うん、だからその坂本もそうだけど、はい、やっぱサード行って動く量が少なくなってるから、うん、バッティングに影響してるって言ってて、へー、まあまあ一理あるなと思って、うん、それはやっぱりね、はい、やっぱ動けなくなったり動かなくなってくると落ちてくるんだよ、うん、やっぱだから走るのって大事なのよ、うん、走れなくなったら本当落ちてくるから、はい、だから人間でもそうやん、歩けなくなったら一気にドーッと落ちてくるやん、うんうん、体もおじいちゃんとかでもそうだけども、はい、野球選手もね、うん、走れなくなったら終わりだから、うん、その長距離走っても意味ないとかって言うけど、うん、走るの本当に意味あるんだよ、へー、だから走り込みっていうのがあるんですね、そう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 、でそういったところでサード行くと動き量が減るから、うん、だからバッティングもなかなか上がってこうへんのちゃうかって言って、飯田さんがだって ロッテの中村もそうやろと、うん、サード来て動く量が減ってるから、うん、打率がやっぱ上がっていかへんやんって言ったら、うん、俺とロッテファンの奥山和人さん2人いて、うん、去年からですよって言ってちょっとハモっちゃったサード転向してからじゃなくてセカンドにいた時からも打ってないですよって思っちゃった。でもちょっと危ないよねこれはね、うんうん、打率がそうですね、まあ、32歳か、正直これはちょっと頑張んないと、確かにいい若手がガッて出てきたらもうね、スタメンでは出られなくなってきちゃいますよね、そう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 、もう来年はもう安泰じゃなくなる、うん、もう今も安泰じゃないけどね、正直 ね、 そうですね、絶対使わなきゃいけない、まあ、たまに打つからね、うん、だからまだみんな夢見てんだよね、うん、元の勝負に戻ってくれるっていうね、うん、勝負強いみたいな、うん、そう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 、うん、まだだって32歳来年33歳か、はい、いやーこれはほんまの崖っぷちやな、うん、世代交代されかねないね、はい、自分が結果残していかないと、うん、だから何気に危ないね、うんうん、で続いて二木、はい、うん、二木はまあまだね、はい、今日29日だから、うん、あと2日あるからトレード期限まで、はい、崖が変わるっていう可能性あるから、うん、落ちたら、はい、そこらなんとか球団崖になってる可能性あるけどね、はい、うん、まあちょっともうでもファームで投げてるんですよね、そらそう、うんうん、怪我してるわけじゃないからね、そうですよね、うん、1軍で1試合も投げてないけども、うん、2軍で2勝2敗 3.95 の成績です、はい、10先発、はい、ね、だって唐川この前谷間に投げていいピッチングしたから、うん、そこに二木が入ってこれないって考えると、うん、もう相当やばいね、はい、もうこう指になってんじゃん、こうやって、うん、指こう投げる、ああかかって、指がかかってるってことですか、ここ最後これぐらいだったのか、はい、あ、第一関節になってるってことですかなってる感じやな、はい、あ、もう危ないな、29歳、うん、だから俺はトレードでいいんちゃうかって思ってるんだけどね、うんうんうん、もうちょっとなかなか厳しいね、はい、これじゃで、またね、ドラフトでも来るだろうしね、はい、だって今の状況で入っていけないんだからね、うん、だって高野とかが先発してるぐらいだからな、高森先発が揃ってるわけじゃないですもんね、高野中森が先発してるぐらいだよ、うん、で、唐川入って、はい、もう谷間空いてますみたいなところでも、うん、ノーチャンスなんでしょ、入る隙はもうたくさんあると、うん、全然もう穴だらけ、うん、なのに入ってこれないっていうのは相当やばいよね、うんうん、だからこの中だと、まあ、佐藤、鈴木はね、はい、めちゃくちゃ頑張ってね、いやもうだいぶ抜いたし、ね、だからノルマクリアだね、はい、ミッションクリアだね、うん、プロ野球界で生きていく、うん、だいわばこれあれだね、崖っぷちミッションだね、はい、だからクリアしたね、うん、まあここから半分どうなるか分かんないけど、ね、うんうんうん、でもまあ中村も二人もここから半分見てね、うん、逆襲も可能性あるから、ね、はい、そこからどうなっていくかっていうところだけども、うん、まあ、佐藤と鈴木のね、はい、活躍は素晴らしいなっていう、ね、うん、よかったです、うん、まあさすがに崖に戻ることは当分ないんちゃうかって思うけどもね、はい、まあ野球は一寸先は闇だから ね、はい、ね、何があるか分かんないですか、分かんないからね、気を引き締めてね、はい、まあ、今後もねシーズン残り頑張ってもらいたいですね、はい。